ようございます。おはようございます、待ちに待ったエギングです。はい、はい、あの毎年楽しみにしてるって言って4月に乗って、いつもあれですよね、 あのスペシャルゲストのカズマルさんです。ちょっと宣伝のために早い時期に行くんですよね。そうですね、そうです。で毎年始まりの時に行くから、うん、ちょっと今年はベストな時期にも行きたいって言って、今年は2回目、今日ベストな時期ですか。今日ベストな時期ですね。釣れてますか。でもね、ちょっとステップがちょっと小さな方が、俺でもちっちゃい数釣れた方が好きです。ああ、そっちが楽しい。1人5杯以上釣れますか。昨日はね、30行けることはないと思うけど、まあ、なんで声がちっちゃいんですか。あとはお手手次第です。で、あのこうちゃんとヒロテルも来てくれて、ありがとうございます。で、あと謎の人が2人。謎の人が2人。去年タチウオ釣りの時にいた謎の人。はいはい、もうテロップは謎の人で。謎の人になるんだ。謎のハードボイル。はい。じゃあ行きますか。はい。はい、エギもつけて準備できたんで行きましょう。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなこと。カメラマン、これちょっとハードボイルドじゃなかったよ。見て、わかる。うわー、出た出た出た。謎の人、謎の人、ルイ・ヴィトンの柄があるもん。うわー、入っとったね。ブランドも初めてもらったの、身につけたよ。最初プレゼントでもらった。すごっ。ちなみに中尾さん、俺ちょっとかけていいですか。いいよ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 。うっさんくせえな。ねえ、俺には一生似合わない。でも似合ってますからね。似合ってる、似合ってます。違和感ない。俺多分 変な人になるけど全然違和感ない。近くで見てルイ・ヴィトン見えたらちょっと嫌だ。いやいやしい人に。どっから見たらおしゃれだけど。よし、行きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、久しぶりにマーク見つけました。行ってきます。ちょっともうねみたいな、ね、ちょっとそんな人って思われますよ。行ってきます。行ってきます。さあ、到着したみたいです。はい、俺日焼け対策してきたら、うん、雨降ってきたんだけどね、寒い寒いよね。ずっと寒い。で、今回いつもと違う場所やね。うん。右多めで投げてもらいたいですね。右多めで。右多めで。はいはいはい。もっと詰めていいですよ。先端まで行っていいですよ。先端の方が。この間小玉さんが一匹も釣れなかったから。ね、今日はリベンジに燃えてる。リベンジ。さあ、今日は誰がそうなるのかな。一応ね、僕も煽り釣ってないんでリベンジなんですよ。そうなんだ。はい。そっかそっか、コイカだけだったか。そう、最後に。ちっちゃい小イカが1匹、そういうことか、釣れたっていうだけ。前回ファーストフィッシュ直樹さんだったっけ。うん、多分ファーストフィッシュはもらおうかな。さっさと釣って寝よう。こんなもん眠いでしょ。昨日も3時起き、今日も3時起き、もっとか、2時起きぐらいですか。2時半起き、2時半起き、はい、俺、宗男が2時間睡眠、2時間睡眠やってね。そうね。あれもね、日月であったけんね。そうそう、日月ってあって、1日編集日で昨日、そうそうそう、今日やもんね。そうそうそう。なかなかハードスケジュールやったね。今週明日ようやく編集日だから、ちょっと休まる。あら、小玉さんにファーストフィッシュ取られるか。わあ、みんな真剣にやっとるで。おお、ジンカ釣れた。お、ジンカ。しかも、あ、緩いのか。1.5。おお。すごいな。さすがやね。
け。何時間あったの？おっしゃ、ベラベラ喋って。いや、気持ちや、本当気持ちや。おお、本当や。1.5 はありそうな。ほら、あ、でかいでかいでかい。2キロぐらいありそう。マジで、本当でかい。おいしそう。うん。2キロ。おお、でかいでかい。おお。2キロあるんじゃないの？ 1.8。はい、ありがとうございます。2キロや。イカじゃないですか？おー、拾ってる、巻いて巻いて。おお。巻いてみて、巻いてみて。どんどん巻いてみて、どんどん巻いてみて。イカ焼き。イカ焼き。イカ焼き。イカやろ。どこへ？ダブルヒットや。でも引かない。あ、もやもや、いかないもん。もうかもう2キロあるね。2キロあるよ。2キロは1メーターはあるね。さあ、ジンのイカ。でかいでかい。でかいでかい。あげたらめっちゃでかいやん。ねね、2.2 ぐらいかな。やったすげー。もうでっかいでっかい。もういつもだけど、魚って画面越し見たらでかく見えないんだよね。そうなんですよ、これ。そうだね。だいぶ先でこんくらいの距離に落ちて、うん、ちゃクロスしない。おー、 2.2。 おー、ナイス。あ、高橋くん、目算上手でしたね。本当やね、 2.2 って言ってたもん、ね。うん、いや、さっと2キロオーバーが釣れるのすごいな。おー、子供さん来た。おー、おー、あ、いかないいかないいかない、ナイスナイスナイス。おー、おー、おー、1.5 ありますか。1.3、4、5。こういかであれ。いや、おお、煽り煽り。いや、大きいっす、大きいっす、大きいっす。やったー、このキュウリで釣れた。おお、ほんとや。一番嬉しい。かかりが怖いが。本当にかかってる。食べ頃スイカから。スイカから。スイカ。あ、キューカンバーですね。キュウリ、キュウリ。子供さん、めっちゃ美味しそうなサイズや。うん、本当に。ありがとうございます。はい、ナイス。やった。前回のリベンジ。長かった。前回から。早かったね、今日は。そうですね。今日は早かった。このキュウリのおかげでしょう。ナイスです。ありがとうございます。何だったっけ？キューカンバー。ステイの。ステイ。はい。全員にしてよかった。この色ですよ。です。はい、どうですか。11 12 13 15 14 18 13 18 20 21。お、冗談や。これもね、 YouTuber のあれですよね。やっぱりこう振りを一回入れてから。いや、でもね、本当にちょっとさっきなんかラインがフッてなった気がしたから。でも気のせいやった。はい、違うんでしょうね、パターンが。おっ、ナイスー。やったねー。はい、ナイスー。まあ、ストロークが短いね。ストローク短いけん、俺的には嬉しいサイズかな。ここから行くかもしれないですよ。600ぐらいあったら一番美味しく食べれるやん。ほらほらほら、おー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 、ほら600じゃない。おーおーおー、決まります。お前よう分かってるな。お前食べ頃やったぜ。めちゃくちゃ美味しいサイズ。はい、ナイス。一番いいやつや。600ぐらいでしょ。600ぐらい。やったぜ。見事的中。見事的中。600狙ったしね。じゃあ狙いどおり600だぜ。ナイス。これ刺身にしよう。絶対美味しいですね。絶対美味しい。やったぜ。はい、小田さんも良かったですね。
とりあえず連れて、はい、前回結構悲しそうだったもん。最後の最後まで粘った、うん、何もなくて、ね、そうそう、畑君に裏切られて一緒にゴールしようねって言ってたのゴール寸前でひょいってゴールしたモッテル君が釣るよ。ヒロテルまだ回収できてないのに、こないだもヒロテル君もハタ君も釣れてなかったんですよ、ね、ヒロテルも途中で裏切った、途中で裏切りました。裏切った、あ、でかいの釣ったか。そうですね、はい、ヒロテル最近超過すごいね。そうだ、はい、持ってるね、持ってる君や、持ってない、あ、太田より上手かったやろ、もう太田より上手かったやろ、上手上手、相手にしてないっす太田眼中にない、眼中ないっす先輩方どうですか。あ、でもいい感じですね。釣れますよ、それ。それをちゃんとやってたら。釣れます。いや、ほんとっすって。ほんと今めっちゃ上手っす。一番釣れそうっす。この中、この船で。もう一回やってみてください。気持ちいい。あ、釣れますわ。じゃあ仕事を一つ。確かに。釣れたら仕事一つください。おお来た。あ、そのまんま、そのまんま、そのまんま。ストロークしないで。ストローク。あ、大きいっす、大きいっす、大きいっす。そう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 、大きいっす、大きいっす。ゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。釣れた本当に。ナイス。釣れるって言ってたでしょ。言ってた。言ってたでしょ。いやマジ全然上手だったっすもん。絶対釣る。おお、胸足も来た。胸足も来た。おお、さあでかそう。胸足のでかそう、でかそう、でかそう、ストローク長いね。ちょっと高尾さんももう上がってきた。あ、キロくらいありそう。え、でかい。高橋くん、こっちもでかい。うわ、足一本、足一本、ゆっくりゆっくり、足一本だ。高橋くん、さすがや。ナイス、天狗ぐらいありそう。ナイスです。ちょっと胸くんの見る、でかそう、まだこれでかそう。高橋くん、足一歩、こっちも足一歩。あー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 マジで危ない、マジで危ない。あーあー、点8ぐらいかな、1.8か、2にやるかないかぐらいやね。中尾さんとも綺麗。ちょ、2人で映ろう、2人で。いやー、これ面白かったな。面白かったでしょ。ギュンギュン引いてましたね。はい、ナイス。すごい。おー、両方でかい。ナイスです。入りたい。やっぱ中尾さんの方が釣れそうでしたね、見た感じ。はい。ちょっとあの経験者の経験の分ちょっと。逆に邪魔してます。経験が邪魔してますね。邪魔してますね。アホやな。こんなことやってる船もういないんじゃないの。本当だよ。船汚せ。おー、ナイス。あ、来た。ちょっと今格好つけたんじゃない？来たのを予告しちゃって。予告しましたね。それは嬉しいね。もういいじゃん、いいじゃん。一番いいサイズ。こういうのをいっぱい釣っていこう。わ、めっちゃ美味しそう。ナイス、いい、ね、ナイスだ、それはナイスだ。ギリ持って帰りぐらいですよね。よいしょ。 それの当たりが分かったわけだ。やったー、ナイス。ヒロテル釣れた。おー、ヒロテル、もうもなの、もって言ったっす、もって言った、もうなの、ヒロテル、もなの、もって言った、来てますね、来てる。お、ほんとや、魚、うん、あ、ナイスナイスナイス。あ、これ全員あんだ、いけるよ、こうちゃん。まだいけない、まだいけないから。こういう時焦るもんね。あと2人、まだ釣ってないから。いろいろやらんで投げやったら釣れるって。やっぱそうやって焦っていろいろやる人が釣れないんだよな。ちょっと焦るな。焦るやろ、みんな釣ってたら。いやいやいや、美味しいサイズ、俺はこんくらいが好きだよ。食べたら美味しいから、十分十分。ナイスナイス、よかったね。これがイカっすよ。ムカつけ、マジでマジムカつけ。はい、まぶ、あ、どいてどいてどいて。また派手なのを使って、派手なのが釣るてろ。赤系が、でも日が出てきたからちょっと緑系もいいかも。青緑。いや、もういいって。こーちゃん、もう火炎でひたすら投げようかんね。お、大きそう大きそう大きそう。あ、もう竿立てて巻くだけで大丈夫です。
ありがとうございます。はい、ナイスです。お、来た。お、あ、もうですかね。びっくりさせてもびっくりするやろ、こっちはメンタルが。お、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 びっくりするやろ、もうやめてよ、もう心理戦始まりましたね。いたずらを考えることまあ僕も騙されましたね。はい。おおって。おお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 。はい。ナイス三杯目。三杯目。ナイス三杯目。おおしよ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 し。ヌード駅で。ヌード駅で絶好調。おおキロありそう。はいナイス。やりました。エメラルダス。1.5。はい、イエーイ、あーメラルダスヌード、おーい、ナイス、ダブルヒット800ですかね。じゃあちょっとあっちに行きますかね。あら、ストローク、あるストロークどうですか。800かな、キロはない。はい、800ぐらいです。すごくないですか、俺2連続当ててますよ、サイズはい、すごくないですか。さっきの600も当てたし、今回の800も当てたぞ。しかもだいぶ勘で言ってるのに2連続当たった。はい、後も出ました。ちょっと、もう混んでくれ。逆に延期してる。やってる。はい、はい、ありがとうございます。ナイス。ちょっともう、イカあといっぱい釣りましょう、カメラ置いて。はい、バンバン。でかい記録級の釣れたらちょっと映そうかね。うん、はーい。あざす。ナイス。目指せ3キロ。これは、これは、これは。これキロあるな。あ、見えました、見えました。行きます。もう、ちょっとダメだ、2ぐらいありそうじゃないですか。おおおおお、ゴンちゃん来た来た、ナイス、やった来たよ。それじゃあ並べて写真撮りましょう。いや、おい、でかい、おい、並べて撮ろうか。おい、ナイス、ありがとうございます。リリースやね。いやいや、これは食べれるサイズ。400ぐらい、300、400。ゆうるくんの、ポケットの中に入ってたね、そのイカのこ、こん中に収納できるじゃないですか、ここに。みんなでバカにしすぎやないか、今。バカにはしてないですね。バカにはしてない。サイズは選べないんでね。そうね、そうね。はい。やったー。はい、ナイス。全然違う。乾杯。あ、こうちゃん、そんな入りそうやね。すげえ、こうちゃんのちっちゃい。バカにする人が4人だった。でかー。すごい。違うよね。でも嬉しい。いいですね。2.5、 2.4、 2.5 にしよう。 2.4 ぐらいね。ナイス、記録更新。聞いた、聞きました。いや、じーって出よった。こうちゃんは全く出ない。また、ナイスです。3枚目、こうちゃん、カズマル戦釣れますよ。いやー、チャンスですよ、皆さん。チャンスですよ。これようやく釣れてない人が釣れました。最後のこれでバラザーやったら全員アンダーです。振りじゃないです。いや、本当に怖いですよね、今。こうちゃん、本当に外れそうなんですよ。おー、大きい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 。あー、しっかりと、ナイス、ナイス、よっしゃー、やったやったー、なんとか、ダメ、帰れる、大きい、大きい、よかったよかった。今日一みんな声が出てました。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます、釣れました。で、あとはジンが4キロ釣るだけよ。4キロで締めますか。はずなんですけどね、4キロも。でも、カズマル線今年2キロアップ50本ぐらい取ったって。はい、50本いったって言ってましたね。ごついよね。怖いですよね。でも、2キロ50本で3キロはそのうち2本。ああ。やっぱそんだけ確率が。3キロの壁が。そうよね、合わせたもんね、最近ね。おー、おー、こっちも負けないぞ。おー、こっちも負けないぞ。あ、来た来た来た。
でかいじゃん。こちらさんもナイス、イエーイ、ナイス、こっちが圧倒的に大きい。そのままみんな様っぽしとってよ。わあでかいね。うわあ。それ面白かった。チータごめん。チータごめん。水道だらけですね。いいオチになった。めっちゃでかかったね。マジ。ごめんね。ということで戻ってまいりました。はい。はい。おはようございます。おはようございます。社長。おはようございます。まあなんとか全員安打。はい。おマジで。ひろてるくんがとじんくんが竿頭です。おお。何倍つったの？5回ですね。つきましたね。今日のビッグワンひろてるさん 2.4 ですから。あ、そうね。ですね。戻ります。でかいのも数も。優勝ですね。優勝ですね。20杯以上釣れたんじゃないですか。うん、うん、あ本当はね、もうちょっと釣りできたんですけどね、船長さんが氷を忘れたというか。なんかイカが煮えるそうで。煮えイカになるけ。イカが煮えそうになる。帰ってきました。煮えイカ。あ本当だ。うわでかミサイルマンゴー。うわもっと大きいのがいる。すげー。銀玉2キロオーバー2杯ね、いましたね。じゃあ4キロ以下や。4キロや。4キロ以下ってことで。そう考えると4キロってやばいですもんね。そうね、そいつを2匹分やけんね。これを2つってそんなのや。いや、ちょっと今冷やしてません？ちょっと通りで結構当ててる。長いなって。まだ新鮮やけ。ほら見て、色が変わりやけ。ちょっと白なっとらんすか。左上のでかいやつ怪しくないっすか。白く茹でられちゃう。大丈夫、大丈夫。大丈夫。で、カズマルさん、締めてください。今日はお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。みんな連れて。ちょっとじゃあ次は平正キャスティング行きましょう。頑張って、うん、頑張って。あと7月6フィッシュを目指す。あ、そうですね。根魚釣りも、うん、いいですね。ちょっとでもね、このアオリイカのシーズンがあと1ヶ月しかないんですよ。はいはい。だけ、まあ皆さんよろしくお願いします。はい。またじゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。